ここってロマール池じゃない？エルベ周遊道、リベロー家の離宮の近くが再現されてるわけか。連中が用意した以上、何かの仕掛けがあるはずや。まずは行ける範囲を全て調べてみるとしよう。もうしまいにしようか。もうしまいにしようか。よっしゃ、次行こうか。もうしまいにしようか。よっしゃ、次行こうか。Thank you.
これが真の実力や。 行こうか。 Thank you.
もうしまいにしようか。まだまだいけるわ。影の王が告げる。これより先は無職の学びや。白き翼を伴い文字盤に手を触れるがいい。これは奴からのメッセージか。しかし白き翼って。ええ、我が末のことでしょう。え、始祖様。これは私の影のようなもの。本体は今も庭園にいます。力を取り戻した以上、このくらいの芸当ならなんとか。そうですか。それはそうと、この石碑はもしかして。ええ、影の王が作った領域に通じるゲートのようですね。そして門を通るためには特定の人物を伴う必要がある。各地に置かれた扉と似たようなルールかもしれません。なるほど。つまりこの先に行くためには私が同行する必要があるのですね。ええ、そのようですね。おそらく他の石碑にも似たようなルールがあるはず。しかし光っていない以上、今はそこに入るしかありません。わかりました。それではご武運を。私は庭園にいるので、何かわからないことがあったら声をかけてください。ケビンさん、私の覚悟はできています。先に進むつもりならいつでもおっしゃってください。了解ですわ。準備が整い次第先に進むことにしましょう。もうしまいにしようか。これが真の実力や。
もうしまいにしようか。ジーク、お願い。そこや。戦闘終了。先に進もう。Thank you.
影の王が告げる。これより先は無色の学びや白き翼を伴い文字盤に手を触れるがいい。無色の学び屋、まさに文字通りってわけか。しかし悪い夢でも見てるような光景やな。ええ、まずは学園内を一通り探索してみましょう。建物は本校舎、クラブハウス、女子寮、男子寮、講堂の5つ。そして裏手に旧校舎の敷地があります。了解ですわ。王都と同じく甲冑どもが徘徊しているみたいですから、慎重に行きましょう。はい、オッケー。了解です。
次行こうか。真の実力や。もう。しまいにしようか。
もうしまいにしようか。うおもうしまいにしようか。おお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 おミラは天下の回り者。時に失うことはあれど、巡り巡りて何時らの糧とならん。五万ミラ、我に捧げよ。さすれば扉を開かん。
ならいけるわ。もうしまいにしようか。戦闘終了。先に進もう。
もうしまいにしようか。まだまだいけるわ。もうしまいにしようか。もうしまいにしようか。よかった。負けられないんだ。